今からですね、昼ご飯で札幌ラーメンをね食べようと思いまして、札幌ラーメン共和国に来てみました。さあ、どこのお店に行きましょうかね。よっしゃ、行ってみようか。行こう。ラーメン屋がね、ちょっと多すぎてね、どこがいいんやろな、一体。よし、ここに決めました。なんて読むやろ、バイコーケンかな。ハル君が味噌ラーメンで、これにしようかな。ダブル豚チャーシュー麺の味噌にしようかな。これがミニの味噌ラーメン。わ、美味しそうやん。めちゃめちゃ美味しそう。あ、来ました。ダブルチャーシューラーメン、めちゃくちゃ美味しそうやね。じゃあいただいてみましょうかね。見て、やっぱり縮れ麺ね、縮れ麺ですよ。あ、美味しそう。うん、うまっ。あ、めっちゃうまい。やったー。うん、濃厚やな。ごちそうさまでした。美味しかったです。お見事、完食。はい、はるくんももうすぐ完食。どうやった、美味しかった。辛い。辛い、ちょっと辛かったな。うん、さあ、ラーメン屋を後にしまして、続いてね、白い恋人パークにやってきました。やったー。ちょっとね、外観がね、ミルヘンチェックでね、また隣にはね、Jリーグのコンサドーレ札幌の練習場がありましたね。ちょっとテンション上がってしまいました。さあ、じゃあ入りましょうかね。こちら館内入り口。よし、はい、チーズ。これ何？ただの電話？すげえ。チーズ。ああ、しかしなんか仕掛けがいっぱいやね、ここね。めっちゃ面白いね。ほら、見てください。すごい。うわ、もうお腹いっぱいからな、食べれんわな。おお。すげえ。